行くぞ。戦国乱世、群雄割拠する天下騒乱の時代、ここに世に名高き武人となる夢を掲げ走り出す若武者がいた。無限に広がる果てなき戦場、無人にかける幾多の将、己が志を貫くために戦い、あるいは共に歩みながら、モノノフたちは互いに絆を深めてゆく。激動の時代、モノノフはその中で何を思い、その先に何を見たのか。無双の戦国史が今始まる。
室町時代後期、将軍の跡目争いに端を発し、応仁の乱が勃発。諸国から兵が集められ、戦は果てるともなく続く。京の町は焦土と化した。この混乱を勢力拡大の機と見た豪族は各地で挙兵。戦乱の炎は全国へと燃え広がった。戦国乱世の到来である。関東では古賀久保とそれを補佐するはずの関東管領上杉氏とが激闘を演じる。この隙に小田原城を奪い、戦国大名として名を馳せたのが北条家初代当主北条早雲。早雲は領国経営に卓抜した手腕を発揮し、領民の信望を得てその勢力基盤を固めた。だが早雲が没すると、関東管領上杉軍は連合し巻き返しに出る。連合軍はかつて北条家に奪われた川越城を退去して取り囲んだ。早雲の孫にあたる北条家三代当主宇治康は小田原城より救援に駆けつけたのだ。第1話、川越野戦。てめえの神さんに会える機会をみすみすけっちまうた、ドアホードが。全部俺が書いた筋書き通りとも知らねえで、アマちゃんどもがよ。8万の大軍で半年も囲んで落とせねえ時点で、てめえの器量を悟って引きゃいいものを。その程度のそろばん勘定もできやしねえから気づかねえ。8万もの大軍を動かすためにてめえの領民どんだけ流せてんのかもよ。そんなバカどもに関東は任せておけねえ。おやがれ北条の子孫も、うつけ配下の足運をかける。支配すんのが当たり前ってやつの足つけるぞ。見ねえ顔ってことは牛のもんじゃねえな。激しい。見かけねえやつだが、劣勢に味方とは面白い。俺が面倒見てやろう。敵は弱すぎる。この隙に便中を城へ送るよ。便中を援護するんだ。邪魔な奴らは取り戻せ。
飛び込むぜ。連中は城を守ってる綱重の弟だったな。東大一の美男って言うが、顔は俺のが上だろう。てめえ、今はあれやな。これはかなわぬ。なんだ、やりはできんじゃねえか。忘れちゃなんねえのが式だ。高ければ高いほど有利に戦える。少し下がってるだろう。だがこの程度じゃ安心はできねえな。関東管領の名にあぐらをかいて、実態はこんなもんか。こんな奴らに関東を任せておけるかよ。Hit!
シュアナット、時を上げろ。何が起きたのだ。なぜ背後から北条が攻めてくる。一旦開門。
せい。我らも続け。開門。総大将や重要人物が。戦はそれまでだ。ま、当たり前の話か。すると、自分の体力には気をつけろよ。死んじまったら元も子もねえからな。あと、仲間のことはいつも頭に入れとけ。全滅しちまったらどうしようもねえ。戦機なんざどこに潜んでるかわからねえ。戦功を上げたきゃ戦場を広く動くんだな。あ、ざっとこんなもんだな。Stop!
長蔵にしちゃ見どころのあるやつだ。ちょっとやったぜ。これでここいらもちっちゃい住みよくなんだろう。大した腕してやがんな、バケーの。だがそれだけじゃ乱世生き抜けねえし、生きててもつまらねえ。一つだ。それのため戦える。それのために。教えてもらっても見つかりやしねえ。てめえで見つけ出さなきゃなんねえのさ。他人からいただいた借り物じゃギリギリって時にこっきり折れちゃう。てめえの腕は縄文だ。てめえの魂はもっと縄文だ。小せえところで固まっちまわねえで、天下を見てでっかいもん見つけてきやがれ。